ジュレ西山のたわわな毎日始まります。イエーイ。はい、今日はお花見をやった、はい、その後、綺麗だったね、綺麗だったね、ハラハラとね、花びらが散りまして、はい、残念だったね。想像ではそうだったね。なんで雨降るんだよ。そう、誰だよ、雨女。あ、雨女なの。限定です。限定なの。自分っぽいなって思い始めてきちゃった、ここまで来たら。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ものすごくいっぱいだったよね。ぎゅうぎゅうでしたね、印象が。ここでの宴はすごい、今までも何回もやってるけど、一番多かったぐらいかもしれない。すごい救急だったからね。そうだね。びっくりしたな。一回そうだね。仕事でおらん人が喋った。マジか。はい。今日そのお花見の最中に、なんかみんなでいろんなお話をしてて、こう違う年齢とか、その生まれ育ちの土地とか、そういうのでさ、全然やってた遊びも違うとかさ、あとやっぱりあのお歌とかもさ、なんかこう間違って覚えてるのありますよねみたいな、そんな話もあってさ、なんかでもね、生まれた土地でちょっと違ったりします。まずあの面白かったのが、今ラジオだから伝えづらいんだけど、こうアルプス一万じゃってこう手でパン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 やるやつ、それがもう全然違うのね。違ったね。全然違うのよ。あれ地域なのかな。地域なのかね。地域だと思うけどね。地域とやっぱ年齢の若い、あ、でもしんちゃんそこそこだったのに若い子と同じだった。同じだった。だって今の今現在子供だった子たちと同じだった、うん、右、左、そうそうそう、ジョンジョン、パンパンとか、もっとなんかコードにこうキャインみたいな、うん、そう、これはうちこう、これやったが入ったりとか、あ、見たことあるけど、男やからそんな遊びしたことなかった。あ、そういうことね、うん、そういうズレも面白いなと思ってさ、うん、でも、まあ、そこら辺のお話はラジオではなかなか難しいので、うん、もっと単純なことで、うん、あのマッキーがよくさ言うんだけどさ、その私の間違いでさ、うん、大笑いするのがあるんだけど、私あのダイイングメッセージっていうね、うん、死ぬ前に書く、うん、血なんかでこう西や西やてんてんてんみたいな書くやつね、それを私本気で間違ってて、最近まで私はダイニング、うん、キッチン素敵だね。それは間違いじゃないね、それもね、台所大丈夫か、ダイニングメッセージでいただけ、ダイニングメッセージやと思ってたの。あ、そう、うん、そうだからダイニング、ね、台所メッセージやね。なんでや、ダイニングメッセージ明日カレーだよ、明日カレーです帰ったらチンしてねみたいな幸せのメッセージ ね、 そうだね、うん、でも本気でそういうもの取ってる、突っ込まれるまで知らんかった、みんなそれぞれあるんでしょうけど、ね、私今もう一個思いついた、あのね、これも結構最近までだな、ロープウェイがあるでしょ。ロープウェイ、ロープウェイだと思ってたの。え、なに、あれまた結構言ったの、もう、ね、じゃあ正しくが、うん、ロープウェイ、ウェイ、あ、そうか、うん、正しくがロープウェイね、ェイ、私はロープウェイだった。あ、ロープウェイ、ね、それだから立山がどっか行ったらロープウェイって書いとった。へぇ、あ、書いてるか、ね、ロープウェイのところわかんないね、間違ってはない。私みたいに間違っちゃった人が多分書いたんでしょうね。ロープウェイ。はいはいはい。なんか間違いなのか間違いじゃないのかもわからない。わからないよね。うん、他なんかない。歌は多いっすよね。歌。僕アニメ見てて、はい、筋肉マンの歌があるんですけど、最後に筋肉マンポーパイってあの。ゴーファイトなのにゴーファイトがね、ポパイってずっと子供の頃から動いてて、筋肉質やからな、筋肉質じゃない、ぷよぷよなんて、いや、お前がやぷよ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 、お前じゃねえよ、ポパイの筋肉質だ、だからそう、筋肉ポパイっていう、なんか勝手に演奏してる主役2人みたいな、だから歌多くないですか、歌歌は多い、うん、今日だからそのお花見の時も歌が出ててさ、うん、なんだった、小ヤギ、小ヤギ一万弱、それが小やりが正解だけど、小やぎって思ってる人が私を含めいっぱいいた。あ、でもそうかもしれない。小やぎの上、うん、でもほとんどそう思ってる人や。アルプスの小やりって相当危険なところらしいですね。あ、もうほんまに、そんなところでアルプス踊りをどうやってやるんや小やぎの上
超難しい、ね。まあ、明らかにこう地域で違うのが、あのマクドナルドの呼び方とか、あとケンタッキー、マクドナルドの呼び方は全国的にマクドちゃう。マクド。マックやな。マックだね。この辺はそうだよ、ね。名古屋。え、だから紀藤さんは、紀藤さんは。マクドやとずっと思ってたけど、全国的にマックが主流やっていうことを知ったのは最近。ケンタッキーは何て言うんですか。ケンタ、あ、違う、ケンチキ。ケンチキとは言わない。関西の人、柏っていう人が多い。柏も言う、柏も言う。え、うち柏って言うよ。何、本当？ケンチキのことを、ケンタッキーのことを柏って言う。全体的に。そうそうそう、だから鶏肉のことで柏とも言うけど、だからそれは普通やねんけど、もうそれも総じてケンタッキーのことも柏って。あ、でもずっと言ってます。で、あの吉湯行くんでも牛芝子かとか。そうなんだ。ガラガラガラだね。っていうのがすごいね。それテンポがもう感じない。茶芝子かいうのと同じ流れで、お、牛芝木に行くかみたいな。実際言うんすね、茶芝子って。ちょっと柄の悪いとこやったけどね。あのテレビのなんか捏造やと思ってました。いや、ちょ、ほんまほんま。チャーシバクって、あ、そうなんや、うん、僕はあのどういったハイソサイティな方やったから、 あのあえてシバクって無理より使ってた。皆さん何かあったら教えてください、はい、こういうのってすごい面白いよね、人がこうやって間違えてるっていうのを聞くとさ、大変面白い。勘違いとか思い違いとかな。ぜひ何かあったら教えてください、はい。ジュレ西山、今後はもう今までと全然コロッと変えて、なんかこう、演劇のための時間にしたいと思います。大丈夫か？どういうこと？大丈夫？こうすると声がいい風に出ますよ。あ、そのワンレッスン、いいね、はい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 、1回ワンレッスンっていう感覚で、1回ワンレッスンは経験したことがない人でもこうやって発声してみようみたいなことをお教えしたいと思いますので、そっちはしっかり、そっちはつったねそっちはしっかりと聞いていただきたいと思います。今日はともやちゃんが盛り上げてくれました。下盛りにもね、仕切りが悪いから丸投げしたからね、最初から。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイキュー。